自己紹介をさせていただきます。みんなに元気と愛を届けたいと思います。カタイトです。榊原楓です。よろしくお願いします。いやー、久々にこんないろんなねアーティストさんがいる野外のライブって本当久々だから狂っちゃった。はい、で次の曲がですね、私の仲間であるカウパスさんと一緒にコラボしたいなと思います。カウパスさん、はい、はい、マイクは？あ、ごめんなさい。ちょっと喋ってて水飲みたい。はい、どうも皆さん、カーパスって言います。この後6時55分頃、だいたい7時前ですね、夜の時間に僕の枠あるんですけど、その前に楓さんの枠で1曲コラボさせていただきます。よろしくお願いします。少し切ないバラードになってます。こんな季節にぴったりかなと思うんですけど、はい、とりあえずカンペがありますんで間違いなく最高のものができるんじゃないかな。はい、まあ、歌詞間違いがあるのでね、はい、私ははい、はい、コラボぐらいね、つなぎました。ありがとうございます。じゃあ聴いていただきましょう。聴いてください、夜空。
することはできないから、してあげるよ。やったーやったー。だから両替後でしよう。だから持ってってなくしそうだから。でついでにこれも持って帰って。はい。左から帰る。左からマイクが左の。そっか、ありがとうございました。ありがとうございます。では後ほどまた会いましょう。カーパスさんの歌は最高ですよ。毎回いいなと思いながら。はい、ということでね、しっとりとみんなに聴いていただけたかなと思うんですけれども、次の曲が榊原楓で最後の曲となっております。はい、紐踏んじゃったちょっと待ってね。次の曲が私榊原楓のオリジナル曲となってて、あ、ごめんなさい、その前に1個告知いいですか。ありがとうございます。ですね、榊原楓で今度2月14日に今チューブっていう YouTube チャンネルで冠番組、単独番組を持つことになりました。その名も
楓リサーチという名前でやっております。と楓リサーチっていう名前の由来としてもあれなんですけど、検証動画を撮っていくので、ああいう噂があるけど本当にそうなのかとか、こういうことを気になるけど結果はどうなんだろうなっていうような、そんな噂や都市伝説を検証していく番組となっております。2月14日に第1回放送されるんですけれども、正直ネタ不足です。はい、なのでこういうことがあったらやってねーっていうような方は、この後あちらで物販でやりますので、ツイッターや SNS などをフォローしていただくと1枚写真撮れるキャンペーンを今やってますので、そのついでにこういうことやってみたらのーみたいな感じでコメントしてくれると嬉しいです。はい、告知終了ということでね、オリジナル曲です。歌詞のサビのところにハートマークっていうサビがあるんですけれども、そこでハートマーク作ってくれると嬉しいです。ハートマーク、ハートマーク、さっき歌ったカッパスさんみたいにしてね、みんな。そうそう、ピアニーさんもやってくれてる、ありがとう。あ、みんなやってくれてる。あとで挨拶しますねはい、ということで長くなりましたけれども聞いてください、カレイドスコープ。もしよかったら手拍子お願いします。
回のタイムテーブルとなっておりますので、最後まで皆さん盛り上がってくれると嬉しいです。ちなみに榊原会場の分番